リニア新幹線のトンネル工事に伴い、大井川の水量減少が懸念されている問題で、JR 東海が解決策として提示しているのが、大井川上流にある田代ダムの取水を抑制して水量を確保する案です。田代ダム案をめぐっては、先月 JR 東海がダムを管理する東京電力との協議がまとまったとして具体的な実施案を発表。その上で県に対し、利水関係者などで構成される協議会に了解を求める要請書を送っていました。そして昨日、県は大井川利水関係協議会から田代ダム案の実施案を了解する報告があり、県としても影響を回避する保全策になりうると考えているとして、田代ダム案を認めるとする文書を JR 東海に送りました。これについて JR 東海の丹羽社長は今日の会見で、取水抑制案を速やかに進めていきたいと話しました。取水抑制の具体的な実施案についてですね、大井川利水関係協議会の方からご了解をいただいて、ありがたいことだというふうに思っております。取水抑制案を速やかにまとめたいと考えているところでございます。一方、県は文書の中で実際の運用方法や県外流出量が想定より多い場合の対応について、 JR 東海に対し県の専門部会で引き続き協議していくよう求めています。これについて丹羽社長は、静岡県さんもですね、大井川利水関係協議会の会員でありましてですね、取水抑制の具体的な実施案についてご了解をいただいておりますので、このご要請の趣旨についてですね、静岡県さんによくお聞きしていきたいなというふうに考えているところです。田代ダム案がようやく認められたことで、今後リニア問題の議論が加速していくのか注目が集まります。一方、今日午後、川勝知事は県内選出の国会議員と県政の課題について意見交換しました。会合ではリニア新幹線の話題についても上がったということです。静岡県はですね、リニア中央新幹線について整備を促進することを基本姿勢とし、品川名古屋間の早期整備、全線開業時期のですね、前倒しを目指す立場であるということをおっしゃっていただきました。議員からは、県が田代ダム案を認めたことについて評価する声も上がったということです。取水抑制について一歩前進と、ということを好意的に受け止められているということが伝わりました。できる限りそれを前倒ししてですね、早く解決の道を探ってほしいという、そういうご要望は与党からもいただきました。